分今この車みたいに、この車もほら、こっち開いとんやん。こっちからこう来とんの。ああ、こっち開いとんやん。邪魔しとけね。そうそうそう。だけ、毎日の気が利いとる人はこっちにちゃんと寄って、こう並ぶんよ。で、気が利かん人は今こういう風にして並ぶと。で、後ろがダーッと渋滞する。こっちから行かれんけね、やっぱ。そうそうそう。だけ、私はこれまっすぐ行くやん。茶色い上？うん、そう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 。あそこまでそうなんや。あそこまでそう。そうそう。階段があるよ、中に。部屋の中に階段があって、3階があるよ。あら。むしろ。すごいやろ。でも外からはあれないね、2階ない。岡崎さんがなんかちょっと
言ったんだよね。その時に2階の鍵やったかどうかは知らんけど、あ、鍵返すの忘れとったって言ったんよ、うん、それが2階やったかどうかっていうのまでは私覚えてないんだよね。2階の鍵後で返さないけんみたいな感じのこと言いよったんよ、うん、だけそので、それなくなったっちゅうアウトの話前の、うん、あ、その前、うん、なくなったっていうのが結局月曜日やろ、うん、で、岡崎さんと私が2人の出勤の時土曜日やけ、でも岡崎さんやないかなって思って、岡崎さんその次の火曜日の日が休みやったんや、うん、だけ出てきた時に岡崎さんに、あ、岡崎さん2階の鍵がないんやけど2階の鍵持って帰ってないとか言って言ったんや、うん、はぁとか言って言うけ、いや、ちょっと家に帰ってみらな、わからんとか言って、翌日ぐらいに会ったけ聞いたんよ、うん、持って帰ってなかったって言ったら、うん、とりあえずあの朝来てそのこれかなって思う鍵を開けてみたけど、2回で開けてみたけど違っとったの。じゃあその鍵は何なんと、ごわん見てこっち2回のところのキーボックスじゃない、2回の鍵開けるある、どこ？